チェーンのメンテナンスとエンジンオイルのキロ数のちゃんと交換、エンジンオイル交換大事でございます。ちゃんとチェーンの油見てますか、ちゃんと。はい。ちゃんとチェーンの油も重要です。ちゃんとチェックしましょう。はい、皆さん。ということで今日はですね、ちょっとですね、こう細いワインディング走行動画をちょっとお送りしたいと思います。細い、ちょっと危ない。細いワインディング山道は危ない。こうですね、はい、山道ちょっとゆっくりこうですね、走行動画をお送りしたいと思いますので、こうちょっとトークも交えて、こう行きたいなと思いますので、はい、安全運転でゆっくり。なんか暇つぶし程度にこうなんかね、走行動画を見ていただけたらなと思いますので、こうね、安全運転でもう20キロ、30キロ、もうね、細い動画、山道危ないので、もうこけないように、山から落ちないように、走っていきたいと思います。ではね、よかったらね、最後まで見ていただけたらなと思いますので、はい、では行ってまいります。はい、では、行ってみましょう。今日はですね、狭い峠道でございます。はい、ちょっと狭いのでですね、気をつけて行ってみたいと思います。はい、ぐるーっと、Uターンのコーナーですね。はい、ぐるーっと、はい、行きますね。これね、走っている感覚ね、少しでもですね、なんか、感じていただければ楽しいかなと思いますんで、はい、まあ、安全運転でね、いやー、でも、加速気持ちいい。これ気持ちいい。この加速。この細い。狭い。狭い道。はい、狭い。気持ちいい。はい、もうね、ゆっくりとね、行きますよ。ゆっくりとですね。はい、もう、車が来ないかね、対向車。気をつけて。はい、やっぱ安全第一で、こう、ゆっくりですね。はい。こう、狭い道もですね、こう、狭い道は狭い道で、こうね、楽しいです。この加速。はい、この加速気持ちいい。狭い道は狭い道でですね、こう山道気持ちいいですよね。こうなんか、くねくねやってね、くね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 とね、こう、はい。直線コーナー、こうね、せわしいね、せわしい感じもですね、実に楽しいんじゃないでしょうか。はい、こうね、まあ、コロナ関係ないね、このバイクのツーリングのね、走行はですね、非常にこう、本当にいい趣味だなと思いますね。こう、一人様でできる趣味っていうのはね、こう今はこうね、いやー、非常にこう、大事でございますね。はい。お一人様で楽しめる、こうね、コロナ関係ない、こうね、外に出て野外でですね、こう一人ですね、自転車いましたね。自転車大変、この山道登るのすごい、もう、いや、すごいな。ほんと登れない、僕はもう無理です。自転車偉い。気持ちいい。この加速ね、一緒のですね、かわいい気持ちいいですね。やっぱこう狭い道はやっぱりこう 250cc とか 400cc のこうね、軽いバイクがこうやっぱり楽しめますね。こうやっぱりね、楽しめますよ。下りなんか特にですね、楽しめますよ。こう 250cc ね。いやーね、今 250cc もね、こう本当に性能いいので、ね、実に性能いいので、こういいですよね。いやーもう本当にちょっと、ねえ、ほんといいバイクありますんで、こう、今の若い子たちも、こう、250cc ね、今の、ちょっと乗って楽しんでいただけたら、こう、いいんじゃないでしょうかね。こうね。いや、いいですよ。はい。まあ、でも、大型バイクは大型バイクでね、こうね、楽しいところはいっぱいあるので、こうもね、やっぱりこう、溢れんばかりのパワー、加速、加速気持ちいいですね。これね、一瞬の加速が、ちょっとウエット揺れてますね。はい。で、下り行きますね。今もう、今、頂上行ったので、まあ、頂上って、まあ、知れた。頂上なんですけど、下りでですね、こうちょっと行きたいと思います。下り今日ね、荷物がですね、これ積んでるんですよ。フルパニアで荷物が結構なんか入ってましてね、こうなんか重いわけで、こうなんか下りすごい気になる。はい、下り気になりますね。こうちょっとコーナー、荷物ね、やっぱちょっと多いとやっぱりこうあれですけど、まあそれでもですね、まあこんな感じで、はい、まあまあ、はい、普通にですね、まあ走行できるわけで、まあ楽しいですね。ただちょっと対向車ね、気になります。こうちょっとね、ぐっとね、先を見ながら、はい、安全運転で。でもやっぱ楽しいですね。こう、峠道は、バイク、この峠道は、もう楽しいですよね。はい、もう少し先にね、直線ね、あるんですけども。気持ちいい。ここ、気持ちいい。加速。こうね、加速。気持ちいい、気持ちいい。こう、狭いところをね、加速するのが、なんかジェットコースターみたいな感覚で、気持ちいい。気持
ちいいですね。感覚がですね、非常にね、気持ちいいでございますよ。はい、もう下に着きますんで、ね、今日こんな感じでね、もうまあちょっとね、狭い山道動画ね、まあ終わらさせていただきたいと思うんですけども、はい、まあたまにはね、なんかこう、ね、広いところとか狭いところとかね、走行動画、撮っていきたいなと思います。着きました。はい、走ってまいりました。細い先の見えない山道は危険。カーブミラーがね、こうあるといいんですけどね、こうカーブミラーなくて細いところは危険。いや、でも今日ちょっとフルパニアなんですけれども、こう荷物が入っておりましてですね、ちょっと重い。なんでこうやっぱり大型バイクはですね、こう荷物積んでるとやっぱこうちょっと下りはですね、下り気になる。というね、今日もどうもね、最後まで見てくださってどうもありがとうございます。今日もね、動画見てくださってどうもありがとうございます。